はい、ネクストヴィンテージ TV の時間です。今日はですね、コスパ最強説、レインウェアを買うならモンベルを買え、間違いない理由というテーマでお話をしたいと思います。今や、世界的ブランドに成長したモンベルなんですけども、今までにも、コスパ最強説で、紹介した大好きな、日本のブランドになっています。で、今回は、レインウェアの名作であるストームクルーザージャケットの特徴やコーディネートについて検証していきたいと思います。今回紹介するアイテムについてです。こちらモンベルのストームクルーザージャケットになります。価格の方が 22,880円、こちら税込み価格になっています。こちらのジャケットなんですけども、卓越した防水性、透湿性、そして軽量性を全て備えた究極のレインウェアになっています。で、本当にこれからね、レインウェア選びで悩んでる人がいれば間違いなくおすすめしたいのがこちらのストームクルーザージャケットになります。こちらのジャケットの魅力を3つお伝えしたいと思います。まず1つ目なんですけども、圧倒的な防水伸湿性にあります。でも本当にこのウェアの一番の特徴かと思うんですけども、その性質はですね、こちらのにも表記がある通り、ゴアテックスによるものなんですね。ただ単に、このゴアテックスが使われているというだけではなくて、ゴア C ニットバッカーテクノロジーという、テクノロジーが採用されているんですね。そのために、機能は高いままで、しなやかな、着心地を実現しています。本当にもう、一度着たらやみつきになるような本当に素晴らしい、レインウェアになっています。次に2点目なんですけども、雨風を防ぐ工夫が盛りだくさんっていう点にあります。まずですね、袖口を見ていくとですね、このように、ベルクロがついていて、袖口からのね、雨に関しては完全にシャットアウトすることができます。あと裾に関しても、このようにドローコードがついているので、下から、雨が入ってくるっていうところも防いでくれます。あとは、このフードですね、フード私被る機会って結構少ないんですけども、フードに関してもこのようにコードがついているので、絞って、しっかりと密着させて被るということも可能になっています。あとですね、このように、フードにも、このようにベルクロがついていて、使わないときにはくるくるっとまとめて、コンパクトに収納することも可能になっています。本当に、結構よくある仕様ではあるんですけども、そのあたりも本当に、きっちりと、作られているという点があります。3点目なんですけども、軽量でパッカブルっていう点にあります。だいたいモンベルの商品にはですね、このように専用の袋がついていて、この、ストームクルーザージャケットを折りたたんで、ぐるぐる巻きにして、その専用の袋に入れると、これぐらい、だいたいペットボトル 500ml よりちょっと一回り二回り大きいぐらいの大きさなんですけども、これぐらいに、コンパクトに、収納することができます。で、重さはですね、約 254g と、かなり軽量なので、持ち運ぶ際にも全然ストレスを感じることがありません。次に残念な点についてなんですけども、ほとんど残念なところはないんですけども、強いてあげるとすればですね、長い期間、このような、スタッフバッグに、入れたまま、収納しておくと、生地が、劣化してしまい、性能が落ちるという点があります。なのでたまにはですね、しっかりと外に出してあげて、使用したら、しっかりと乾燥させてあげるというところが大事になっています。本当に、道具には愛と感謝を忘れずにということだと思うんですけども、ちなみにこの、イエローの、ストームクルーザーに関しては本当に私も 4,5 年も、愛用しています。かなり着込んでいるんですけども、結構ね、メンテナンスしながら着用しているので、かなり状態はいいと思います。ただですね、中ですね、分かりますかね、こんな感じで若干、内側にカビが生えてしまっています。これはですね、やはり、雨の日に、連続で、使用することが、多かったので、ちゃんと乾燥させているんですけども、ハンガー機のままちょっと収納してしまったことがあって、このような、カビが生えてしまうというところもあります。ただ本当に大きいダメージもなく、若干ね、汚れっていうのは、表面的なところで見るとあるんですけども、結構ね、コンディションよく、本当にこれからもまだまだ使える、商品かと思います。次に、出番は山だけではないっていうテーマなんですけども、
まあ、傘を持っていくのが面倒な旅行の時や天気が崩れそうな日に、まあ、結構私自転車やバイクに乗ることがあるんですけども、まあ、必ずそういう時にはこのストームクルーザージャケットをカバンの中に突っ込んでおくのが私のマイスタイルになっています。で、雨の日にですね、こちらのストームクルーザージャケットを着た時に、まあ、表面の水をタオルでさっと拭くだけで、すぐ乾いてしまうという特徴があるので、まあ、傘を、ね、差していて、まあ、バサバサやるよりもとても楽ちんです。で、カッパを着るときよりもですね、断然動きやすいので、本当にこのモンベルのレイングッズたちは、まあ、いろんな場面で、活躍することができます。では、次に着眼に移ります。今回着用するアイテムについてです。まず1着目なんですけども、オレンジのストームクルーザージャケット、こちら M になっています。で、中にはですね、クリマプラスですかね、フリース、モンベルのフリース、こちらも M になっています。で、パンツについては、ストームクルーザーの、パンツになっています。こちらもサイズ M ですね。で、2着目なんですけども、カーキの、ストームクルーザージャケットに対して、こちら、中にはですね、フィルメランジェのスウェットですね。こちら、ラグランスリーブのサイズが3ですね。に合わせるパンツは、ウェアハウスのデッドストックブルーですね。こちら、ウエスト36を、着用してみたいと思います。では、着眼に移ります。はい、次に着眼に移ります。ちなみに私は身長が175センチ、体重が65キロになります。では、簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。サイズが、上下ともに M なんですけども、結構、まあ、タイトめな、シルエットかと思います。なので、まあ、私の身長体重であれば L でも十分、可能かと思います。で、やはりね、このオレンジカラーっていうのが非常に、まあ、視認性が良くて映える、カラーリングかと思います。で、あまりね、パンツについて説明してあえてしなかったんですけども、このパンツも非常に良くてですね、サイズが、M なんですけども、ショートとロングがあって、私はロングを、購入しました。なぜかというと、バイクに乗るときに、ね、結構この、レインウェアを着用することがあるので、バイクっていうのは、まあ、座って、バイクに乗るので、こう丈がこう上がってしまうので、長めのものだとちょうど良いっていうことがあります。あと中にはですね、まあ、フリース、クリマプラスを、着用しているんですけども、本当に中にこのミドルレイヤーで、このフリースやダウンなんかを着用すると、本当に、十分な防寒具としても、着用することが可能になっています。では、次に移ります。はい、次に、ストームクルーザーのカーキを着用しています。ちょっと言い間違えたんですけど、こちらサイズ L になっています。では、簡単にシルエットを見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。やはり、まあ、シルエットに関しては私の身長ぐらいだったら、まあ、L の方が割といいのかもしれないですね。特に、まあ、今回着用しているパンツも結構細い、太めのものを、着用しているので、バランスを考えると、L ぐらいの方が待ち着としては着やすいかと思います。で、モンベルってやはりこう登山とかの、ね、イメージが非常に強くて、街中で着用している人っていうのは結構少ないかと思うんですけども、まあ、このようにカーキとか、あとブラック、ネイビーなんか、まあ、割と落ち着いたカラーであれば結構街でも十分に着用できるかと思います。で、特に、まあ、このカーキにオレンジのジッパーっていうのがなかなか斬新で、結構配色が本当にモンベルって綺麗なんですよね。で、私もなんか過去にヨーロッパを旅行している時にこのストームクルーザージャケットを結構着用していたんですけども、結構街中でそのジャケットいいねっていう風に声をかけられたことがあったりとかして、モンベルって本当に世界的にも結構ね、人気が高い、ウェアなの でかつ、まあ、このコスパの良さっていうところが本当に魅力なので、ぜひ、ストームクルーザージャケットを強くお勧めしたいと思います。ということで、今回はコスパ最強説、レインウェアを買うならモンベルを買えっていうテーマでお話をさせていただきました。またよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。